すごく薄いです。はい、どうも石原でございます。今皆さんが見ているこちらの iPhone 15のコンセプト画像なんでございますけども、こちら空張りについては、まあそのままのリーク情報通りのコンセプトとして出た画像なんですけど、これは Apple Insider が報じた内容になっておりまして、やっぱりね、ちょっと、まあ、前回の動画でも空張りについては皆さんにご紹介しましたけれども、どうやら薄いんです。ただもしかすると今回空張りに関しては確定要素が多いかなと思います。去年の iPhone 14とか13もそうなんですけど、空張りってなかなか当たらなかったんですけど、今回は異常に空張りのリークの現実的なリークが多い。そして今回ね、実物と思われる、これはモックアップだと思いますけども、実物と思われる画像も出てきましたので、詳しくご紹介していきたいと思います。はい、ということでこれは、石原、テック好き石原の X なんですけども、X でも投稿しました。このように。ついに iPhone 15シリーズのモックアップが空張りの予測に合わせて登場ということで見てください。はい。こちら、ブルー、ピンク、グリーン、イエロー、ブラックとなってます。昨日お伝えした動画の通り、薄いんです。とても薄い。でも、その薄さっていうのは色も薄いんですけど、本体の厚みも薄い。このような感じがするんですよね。で、実際に表から見た。画像こうなってます。はい。ブラックだけがちょっと、なんかね、ブラックもちょっとなんていうのかな、灰色っぽい、グレーっぽいブラックにすると、なんか統一感がこう出たのかなと思うんですけど、ブラックはもうガチのブラックできてます。もう、ブラックはブラック。ただ、このイエロー、このイエローが薄い。ね、皆様にどう映っているか分かりませんけども、まあ見てるデバイス、プラットフォームによって若干色の誤差はあると思うんですけど、MacBook のレティナディスプレイで見てはいるんですけど、まあ、こちらがホワイト、こちらがイエロー。ちょっとクリームイエローっぽい、なんかおしゃれななんか色。イエローというよりかもうクリーム色っぽい感じが、なんかするかなと思います。で、こちらピンクと白なんですけど、まあ、ピンクも薄いですけど、うん。割とピンクっていうのがもうわかるような、うん、形になっているのかな。うん、これは。だからさっき見せたこちらのね、種類で言うと、まあ、グリーンなのか、イエローなのか、ちょっとニュアンスが難しいところになってます。まあ、後で、改めて空張りの、名称についてはお伝えしますけども、まあ、イエローなのか、グリーンの薄いものなのか。これはちょっとね、なかなか難しい。うん。で、こちらのピンクと、こちらがブルー。まあ、ブルーっていうのはわかりますね。でも、この白。これはまあ、ホワイトもで、まあ、これスターライトになると思うんですけど、この、白と、ブルーと、この、まあ、イエローか緑か。うん。このコントラストっていうのが、もう本当に微妙ですよね。このブルーだけなら、なんかこう、青っぽい白。うん。なんかよく車で、めちゃくちゃ白の車あるじゃないですか。ちょっと青っぽいぐらい白い。うん。それになんか似てるような感じがしますね。まあ、これが実際のモックアップをベースにした色合いということで非常に面白い、リーク情報なんでございますけども。うん。で、一応、ちょっと戻りますね。はい。で、iPhone 15シリーズのその初期ロットの生産はちょっと復活したいっていう情報も皆さんにご紹介しました。で、こちらが今、出ている情報なんですけども、以前その空張りの動画でグリーンっていうね、こともお伝えしたんですけど、どうやら、まあ、最新の、空張りのコンセプトとしては、イエロー、そしてブルー、ピンク、ということになっていて、15プラスが、まあ、ミッドナイトかブラックか、で、スターライト、ホワイト、イエロー、ブルー、ピンク、で、プロがダークブルー、シルバー、スペースブラック、チタン、で、シルバーの方がホワイトに近いっていうのはちょっとお見せしますけど、多分これがチタン、これがシルバーってことなんですけど、まあ白に近いですよね。で、ここですよ。はい。
こう見るとちょっとね分かりにくいと思うんですけど、はい、イエロー、ブルー、ピンクなんですよ。はい、イエロー、ブルー、ピンクで、これが白。うん、ここにはね白モデルがスターライトがないんですけど、これがスターライトになるのかな。グリーンっぽくも見えなくもないんですよね。だからこの辺のグリーンかピンクか、ブルーかイエローか、この辺はちょっと今の段階では混在しているような感じがするんですけど、まあ、とにもかくにも薄くなりそう。標準モデルは。で、プロモデルはちょっと寒色系が強い。うん。という状況になっております。で、スペースブラックの方なんですけど、これコンセプトも出ていて、こちら側が14 Pro。で、こちら側が15 Pro。で、スペースブラックってどっちも書いてるんですけど、若干15 Pro の方がブラックに近いという予想になってますので、空張り、まあ、実際に実物のね、このようなリークも出てますので、まあ、よりこれに近い空張りになるんじゃないかっていう想定で、Apple の発表イベント、はい、待ち構えておきたいと思いますので、まあ、ちょっとね、この空張り非常に今回なんかこう発表前に盛り上がってるんで、ここね、期待値のポイントとしては、まあ、この色がいいなっていうのを皆様一応想定して、Apple イベントに挑んでいきましょう。はい、ということで、ここからは Apple 発表イベント決定しましたという動画のコメント、見ていきたいと思います。いろんな方々のね、考え方、意見、アドバイス、悩みどころ、不安、困ったことなどいろいろあると思いますので見ていきたいと思います。はい。ユーザーネームがちょっとね、これハンドルネーム変えたら読みやすいかなと思います。はい。夢中の旅ということで、夢中の旅っていうのが、前回の動画、あ、前々回の動画かで、キーワードになってます。はい。夢中の旅ってコメントにしてくれた方は、石原の動画漏れなく最後まで見たということで、本当にありがとうございます。うん、最後まで見た人は、夢中の旅っていうのが、まあ、キーワードになっておりました。はい。発表イベント決まって、ようやく落ち着いています。あ、落ち着いて待てます。うん。ワクワクが過ぎて、本当は全然落ち着かないはずなんですが、パワーブック2400で Mac 好きなの、すごいのを使ってますね。使ってましたね。Apple 大好き。私も Apple と一緒に旅している感じです。昨年 iPhone 8以来、久しぶりに14 Pro を買ったので、15は見送ります。あ、14 Pro のメインですが、8はサイズが完璧なので、併用で現役です。あ、AirPods Pro 2の USB ケースバージョンは、出たら欲しくなるかもしれません。低音好きで JBL 使ってますが、空間オーディオは気になります。あのね、空間オーディオね、ビビりますよ。驚きます。僕も最初に空間オーディオ聞いたときに、驚きました。本当に。なぜかというと、例えば、iPhone、ここにね、こう iPhone ありますけども、ここに iPhone 置いているでしょ。で、AirPods Pro 聞くでしょ。で、こっち見ても、こっちからちゃんと聞こえてるんですよ。こう。こっち見ても、こっちから聞こえてるんですよ。これが、この空間オーディオは、どこにね、iPhone があるかをこう認識してるんですよ。だから、こんな感じで Netflix 見てるとしたら、ここでちょっとなんかね、飲み物を取ろうかなって思った時でも、しっかりこっちから聞こえるんで、臨場感がすごいんですよ。なんか周りに聞こえるというか、しっかりとここから聞こえるっていうのがわかるんで、あ、この空間にいるなっていう、その映画の空間とちょっと似てるのかもしれないんですけど、非常に驚きますよ、空間オーディオっていうのは。つまりこれはね、オーディオでもそうなんです。Apple Music です。もそうなんですけど、普通に音楽を聴いたら、こっちからドラム、こっちからベースとか、ちょっとステレオで分かれているんですけど、この空間オーディオは、その音の真ん中にいる感じですね。うん。真ん中にいる感じ。で、こっち向いたら、こっち側がなんかちょっと聞こえやすいとか、iPhone のいる位置を、こうしっかり認識すると。うん。まあ、これは体験した人にしか分からない、ちょっと驚きの、なんか、システム、仕組みでございますので、おすすめでございます。はい。で、マカロンさんが毎日更新お疲れ様で発表決まりましたね。ありがとうございます。ワクワクします。ティザー画像のキーカラーはブルー系。カラバリは意外とリーク通りかなと。ブルーが思ったより鮮やかなブルーなので、ブルーも期待できそうでございます。いやー、多分新色がブルーっぽいですね。はい。いよいよ決まりましたね。残り2週間ですが、待ち遠しいです。自分は15プロを買う予定なので、すごく楽しみです。お、いいですね。予約争奪戦。頑張りましょう。
特上さんが、夢中の旅、おお、夢中の旅、最後まで見ていただいたのかな、ありがとうございます。いい響きですね。いつもはキャリアのオンラインショップで購入してましたが、今回は初めてオンラインのアップルストアで購入すると。うん、予約争奪戦。はい、もう、頑張っていきましょう。はい。で、ゼロ教さんが15プロが、暗めカラーになるならシルバーかグレーにすると思います。できるだけ発売日に欲しいので、直前に X とか見まくって人気なさげな方にしま、なるほど。まあ、発売日にゲットしたいんで、ちょっと人気がなさそうなカラーを選ぶっていうのは一つの作戦かとは思うんですけど、まあ、どれが人気じゃないかな、あるかっていうのもなかなか難しいところではございますけど、まあ、想定するなら、やっぱシルバー系はやっぱりね、まあ、どれが一番人気がないかっていうか、どれも売れるんだけど、まあ、一番、まあ、在庫が余りそうなのがシルバー系かなと、思います。はい。で、なおさん、はじめまして。はじめまして。ありがとうございます。石田さんの動画、iPhone に関してはいろいろと話してきてくださり、すごくためになっております。ありがとうございます。夢中の旅、いい響きですね。最後まで見てくれて、なおさん、ありがとうございます。ちょっとこう、歯列矯正中で、ちょっとね、滑舌が悪いですけども。すいません。あ、いや、素晴らしい。ありがとうございます。高田コミュニティさんがいよいよ来ましたね。ずっと待ってました。この日のために何度も石田さんの動画を見させていただきました。これからもよろしくお願いします。これからも高田さんによろしくお願いいたします。はい。わらびさんが 3G から使い続けて夢中の旅も早15年。15 Pro Max にペリスコープレンズが搭載されるのか、それとも搭載されないのか、そのあたりが気になるところです。いやーもうぜひね、搭載されてほしいです。はい。で、プロに搭載されたら、まあ、プロも選択肢としては入ってくるんですけど、ペリスコープレンズも今回はね、もう非常に期待ところが高いです。はい。で、りょうさん、夢中の旅。ありがとうございます。最後まで見ていてくれてありがとうございます。石田さん、今日も楽しく動画拝見しました。プラスを買う予定ですが、ワクワクしてます。今後も動画楽しみにしてます。ありがとうございます。もう励みになります。EQさん、夢中の旅。最後まで見て、最後まで見ていただいてありがとうございます。15楽しみです。早く13日になってほしい。いや、皆さん勘違いしないでくださいね。13日の2時だったかな、午前2時っていうことなんですけど、これね、なかなかね、勘違いしてしまうケースもあるんですよ。驚くことなんですけど、ちょっと見ましょうか、一回。うん。9月13日の午前2時なんですよ。うん。なので、つまり何を言いたいかというと、火曜日の深夜ですよ。月曜日、火曜日になって、あ、13日なら、水曜日かって思ってる方いらっしゃると思いますけど、13日は火曜日の深夜です。はい。ここね、なかなか、あって思う時あるんですよ、僕も。火曜日になって、ああ、13日だから、今日12日だから明日かって思ってたら、あ、いや、今日の夜中じゃないか、早めに寝とかなきゃいけないっていうね。もう、驚くんですけど、火曜日の深夜です。はい。皆さん、注意してください。火曜日の深夜でございます。はい。で、アローエーくんさんが夢中の旅。最後まで見てくれてありがとうございます。はい。めっちゃ楽しみです。一緒にリアタイで見よう。よし、一緒に見ましょう。はい。ワカメさん、もうこの感触系は可愛いケースでフォローするしかないです。あね、やっぱ可愛い、プロモデルをこう期待していた方は、ちょっと感触系で、ちょっと空張りがね、なんていうのかな、かっこいい、クールな感じになってますね。はい。マキャさんが、石田さんお疲れ様です。夢中の旅。ありがとうございます。はい。そんな自由な意思の解放、憧れます。自分も決して財政状況が裕福なわけではないですが、Apple 製品の魅力には全ての商品に対してではないですが、抗えない自分を感じています。うん。自分にもっと資金があれば、あれも買えたし、これも買えたのにと思う時もありますが、冷静になって考えた時、何も Apple の全ての商品を欲しいと思っているわけではないと気づきます。そうですね。うん。今はただ唯一ターゲッティングしている iPhone15 Pro の情報を集めることが楽しみになっておりますと。全く同じです。僕の Apple 製品大好きだからお金あればいっぱい買いたいんだけど、でもお金いっぱいあったら逆に家族と旅行に行きたいし、美味しいもの食べたいし、ね、他に使いどころってめっちゃあるんですよ。うん。だから、まあ、お金を持っている持っていないに関わらず、これは誰にでも言えることなんですけど、お金の使い方っていうのはしっかりとメリハリをつける必要があるかなと思います。いらないものはいらないんですよ。アップルウォッチね、シリーズ7僕持ってます。つまりこれ極論で言うと、アップルウォッチシリーズ9、いらないんですよ。はい、いりません。アップルウォッチウルトラ、いらないんですよ。
でもそろそろ替え時かなとか、そういうタイミングもあるわけなんですけど、基本的には僕は毎年 iPhone は毎年買い替えてるんですよね。うん。理由としては手元で最新のテクノロジーを体験できるのはもう iPhone しかないんですよ。自分のこう暮らしの中で最新のものって言ったらないんです。iPhone 以外にも。iPhone だけは最新のテクノロジーを体験したいってことなんですね。スペックとか CPU もそうだし、バッテリーもそう、カメラもそう、ディスプレイもそう、最新のテクノロジーを体験したいから iPhone だけは毎年買っていると。これは僕のライフスタイルでもあります。なぜかというと、iPhone になんでお金をかけるんだ ?5 年とか4年とかね。まあ、使えるじゃない。1年に1回買い替えなくてもいいと思ってる方も多いと思うんですけど、極論言わせてもらうと、この iPhone って、いわば、皆さんもそうだと思うんですけど、一番使ってないですか?一番身の回りのもので一番使ってないですか ?iPhone、スマートフォン。そう。一番使ってるものを最新にするだけで、ライフスタイルは変わりますよ。もちろん。カメラはもっとね、いいの撮りたい。パシャパシャ、日常撮りたいんだけど、例えば、まあ、iPhone 8とか、ちょっと古いモデルだと、画質やっぱり荒いし、動画も 4K 対応してないし、スローモーションにも対応してないし、アクションカメラもないんですよ。うん。けど、最新モデルなら、行動を起こそうと思った時に、スペックアップした、機能とか、そういうハードウェアを使えるってことになるので、この手元一番皆さんが使ってるこのスマートフォンは、まあ、いわば一番お金をかけるとき、つまり僕で言うとこれもう言えば仕事道具ですからね。会社勤めてる人でも使うだろうし、僕でも仕事でも使うし、プライベートでも使う。もう一番使うんです。これに僕はもう金をかける。毎年。これは決まってるという感じで。でも他の、まあ、Apple Watchであったり、MacBook であったりね。AirPods であったり。うん。さすがにこの AirPods Pro ね、この間お伝えしましたけど、左側がプツプツ言い出したのでも買えますけど、そのぐらい使って買い替えていいんですよ。毎年 AirPods 買い替える必要ないんですよ。一日の中でどれだけ使うか。まあ、ジムに行くときぐらいだし、ちょっとランニングしようかな。ちょっと電話ちゃんと聞きたいときとか。まあ、使うぐらい。でも iPhone っていうのはもう、なんだろうな、5分に1回、30分に1回も絶対実際に毎分使ってるものだと思うので、ここに石原はねお金をかけているわけです。はい。拙者15を手に入れるのが楽しみでござる。シャオミーからの乗り換えになるでござるが、予約争奪戦では石原殿に負けないでござる。そう、もうキャラ設定なのね。うん、もうキャラが設定されてるんでござるね。うん、いいよ。うん、いいよ。これはいいと思う。キャラ設定するのいいよ。うん。ただこのハンドルネームをちゃんと変えようか、そういうキャラ設定に。例えば、なんか、〇〇でござるみたいな。なんか、その、ござる系にした方がいいと思いますよ。フレアードッグさんが、いよいよ発表される夢中の旅。最後まで見てくれてありがとうございます。の真っ只中にいる気分、サプライズはあるのか、リーク当たってるとかワクワクしますね。そう、リークが上がってるのか。サプライズどうなの?もうほんとサプライズだけ。もうそこだけがもう楽しみ。まあ、リーク通りの方がもちろんいいんですよ。リーク通りの方がいいんだけど、サプライズも期待したいですね。15楽しみです。重さ次第でプロにするか決めます。夢中の旅。最後まで見てくれてありがとうございます。石原、これは石原信者、本当夢中の旅って言ったら、最後まで動画見てくれた人のキーワードだから、もう石原信者決定です。決定。ハンドルネームがね、覚えやすいハンドルネームにしていただけたら、石原の方が、呼びやすいんですけどね、お願いします。お、小馬健さん、夢中の旅。あ、最後までありがとうございます。いつも配信楽しみにしてます。初コメント、ありがとうございます。現在使用している11 Pro からバッテリー長持ちペリスコープレンズを期待して、15 Pro Max に。皆さんがそれぞれ買いたい iPhone を購入できますよね、と。すごい。素晴らしい。あ、小馬健さん、すごいね。その自分も買うけど、それぞれに買いたい iPhone を購入できますようにって、めちゃくちゃ言えないよ、なかなか。言えないよっていうか考えないよ。このね、小馬健さん多分ね、人のために生きてるから多分結構充実してるんじゃないですか。うん。やっぱりこう人のことを考えることができる人っていうのは、すごく素敵な人っていうとなんかおこがましいですけど、なんか人間味があるというか、信頼におけるかなと。うん。こんなコメントね、思ってないと出ませんから。自分自分ですから人間っていうのは、僕もそうですけど、
小馬健さん、素晴らしい。性格がもう出てます。にじみ出てます。こうちゃんパパさんがお疲れ様です。夢中の旅っていい言葉ですの。素晴らしい。夢中の旅ありがとうございます。アップル信者だからといっても全て買うって間違ってると思う。そうですよね。欲しいものだから買うし、いいものだから揃えたいんですよね。発表まですごく楽しみです。予約争奪戦、頑張りましょう。頑張りましょう。吉本剛さんが、動画ありがとうございます。今年もスルーかもしれないけど、イベントであの、の後の動画での15シリーズのスペックの説明楽しみにします。ありがとうございます。スペック説明やっていきますからね。はい。ジバニャンさんが、夢中の旅。最後まで見てくれてありがとうございます。もうほんと、いよいよ近づいてきました。自分は15プラスを買う予定です。ケースの紹介楽しみにします。もうね、ケースレビューはいろいろね、溜まってますから、いろんなメーカーさんの出してきますから、皆さん、ぜひチェックしてくださいね。で、チェックして、あ、これがいいなって思うものをね、選んでいただければと思います。はい。で、リラちゃんさんが、石原さんこんばんは、こんばんは。予定通りアプリイベント決定いたしました。あとは15プロにダークレッド。いやー、ダークレッドね、サプライズでね、なんかこう出てほしいですけどね、はい。で、夢中の旅13プロ購入する、あ、最後まで見ていただいてありがとうございます。はい。13プロ購入する際、お世話になりました。おー、15プロ買うためにまた見てます。ありがとう。みんな、もうほんとこれ、そうだと思うけど、買って石屋さん売買する方いらっしゃると思うんですけど、また買おうと思った時にまたいらっしゃい。ね、いつでも待ってますから、石原がいる限り、皆さん、13プロ、14プロ、15プロ、今回買って、2年使った17プロ買おうかなと思った時に、もう一回、帰ってきてください。いればね、石原が、その頃までに。いればですけど、はい。15プロマックスと、14プロマックスの画面サイズで同じになりそうですか？同じになります。ほぼ同じです。で、元木さん、夢中の旅。ありがとうございます。最後まで見てくれましたね。はい。自分は散財はできませんが、今回自分は15プロ一択です。カラー選びに関しては悩みし、いや、カラーね、今回もうね、薄いカラーになりそうだし、プロは寒色系だし、ね、いろいろちょっとどうしようかってとこですけども、うん。いや、楽しみですよね、こればっかりはね、はい。で、島友さん、夢中の旅。夢中の夢ってなっちゃってるけど、夢中の旅ね。石田さん、毎回動画お疲れ様です。Apple が正式なイベントの発表あり、ワクワクしてますか？石田さんが何を買うか気になってきました。いや、僕の散財予定も皆さん、ぜひ。僕のね、一番散財した年が確かね、皆さん覚えてる、このチャンネル昔から見てる方は覚えてると思うんですけど、多分ね、2021年かな。100万ぐらい使ってます。110万ぐらい。MacBook 買い、Apple Watch 買い、iPhone 買い、iPad 2台買いとか、もう散財の年がありました。うん。早いね、あれから時間経つのすごいな、はい。タカさん、夢中の旅。ありがとうございます。最後まで見て、もう本当嬉しい限りです。Apple愛が伝わってくる感じがとても嬉しいです。Apple Watch Ultra ですか？小さくなったらいいですね。いや、本当 Apple Watch Ultra が小さくなったらもうそれ一択なんですけどね。これはどうなることやらちょっと期待してましょう。期待して待ってます。はい。リプロスさんが夢中の旅。リプロス様、最後までありがとうございます。いつも動画投稿お疲れ様です。いよいよ来ますね。iPhone ワクワクしてきました。リーク内容がいくつ当たっていたかを数えてみて、いや、数えるのはあれかも。ちょっと確認していきましょう。ね。絶対確認していきますから。まあ、毎年してますけど。ぜひその動画も見てください。はい。おそらく発表はリアルで見れないと思いますので、起きてから、うん、起きてからね。朝起きて、おお、どんなのか出てるってめっちゃワクワクすると思うんで、それもいいと思います。なんかクリスマスプレゼントみたいなね。サンタが頭の上にこう、プレゼント置いてたみたいな。うん。めっちゃいいと思います。はい。アキさんが夢の旅。最後まで見ていただいてありがとうございます。今までギャラクシー使ってましたが、これを機に iPhone デビューします。おアキさん、いらっしゃい。ああ、素晴らしい。これまでで一番の散財です。お、いいね。もう使おう。お金なんて引き換え券ですから。欲しいもの買っちゃいましょう。はい。で、ケイさんが夢中の旅も、夢中の旅ありがとうございます。最後まで見ていただいて、15まで来たかと思うとびっくりですね。争奪戦に負けたらどのくらい発売日が離れますかね。生産数も心配です。今からドキドキ。負けることなんて考えてちゃダメ。そうですよ。勝ちに行きましょう。勝って、ね、予約争奪戦、発売日にゲットしましょう。はい。で、iPhone15 のスタンダードモデルを買おうかと悩んでいます。12を使って1年2ヶ月バッテリー持ちは悪いけど、普通に使えるから本当に悩んでます。あーね。バッテリー持ちね、やっぱり、まあ、スタンダードモデルでも、バッテリー持ちいいとは思いますよ。はい。V2 さん、夢中の旅いいですね。夢中の旅ありがとうございます。もう最後まで見ていただいたのかな。はい。ほんと生活費と円安とガソリン代と消費と、ある意味もう戦争ですよ。そう。
もう最近物価もね、上がったし、ガソリンも上がったし、僕もね、GR86 って愛車乗ってるって、廃屋なんですよ。はい。ちょっと電話ありました。ちょっと切りましょう。廃屋なんですけど、いや、これがね、ちょっとね、もうね、はい、200円超えてきました。廃屋200円。おー、高い。はい。で、カオネさん、夢中の旅、私も信者というより、アップル好きなのだ。なので、そう、信者じゃない、アップル大好きなんですよね。はい。なので、今年は3年ぶりに、お、買い替えます、カオさん。いいね、カオネさん、いいですね。最後まで見てくれたんでね、夢中の旅ってことだから、ありがとうございます。SRPEC さん、夢中の旅、おー、最後まで見てくれてる。アップルイベント決まりましたね。iPhone 15 Pro Max の妄想と17非対応機種の私は iOS 17の妄想が止まります。妄想ね。なるほど、なるほど。妄想。いいですね。これ、電源大丈夫かな、バッテリー大丈夫か。結構長話になってますね。はい。あずまさんが夢中の旅、ありがとうございます。最後まで見ていただいて。iPhone 大好きやけど、でも買いません。生活代金かなりアップ。そう。やっぱ生活費増えてるからね。買い物の仕方が、堅実で好印象です。ありがとうございます。私は iPhone 7から15に買います。おー。有川さん、ありがとうございます。やっぱね、必要不必要で買っていきましょう。はい。ヤレットさんがパステルカラーだと絶対買わない。14みたいな黄色がいいな。やっぱちょっと濃いめなね、黄色がいいかな、というか、ね、感じですね。スナーギーポヨーさんが夢中の旅、ありがとうございます。いよいよ来ましたね。私はレッド。来ればプロマックスが欲しいのですが、なければプロシリーズ。なるほど。レッドがいいと。バッテリーそろそろやばいです。あ、11プロマックスなら結構でもね、バッテリー容量は多かったのかな。で、あやまさん、いよいよですね、石田さんも大変で忙しい時期になりますね。ありがとうございます。体に気をつけて頑張っていきたいと思います。うすさんが、夢中の旅、最後まで動画ご視聴ありがとうございます。15 Pro Max どっち買う、15 Pro か、Max どっち買うか、まあね、画面サイズ悩みどこですね。MMM ラブさん、毎日動画配信楽しみ。早く iPhone 15欲しい。ありがとうございます。うわさんが、俺らも信者ではないけど、Apple 好きな人気です。iPhone と Apple Watch Ultra 2と AirPods Pro 出れば狙ってます。結構な散財ですね。MacBook Pro M2 チップ買ってしまった。夢中の旅してます。いや、結構、うわうわさん。あ、うわさんか。うん。結構散財してますね。はい。14 Pro Max 買おうと思っていたのですが、15発売を待ってから買った方がいいですかね。はい。もう15を待ちましょう。あと2、3週間後でございますから。はい。お金は余裕があるので、15にする必要も、せもあります。うん。もうお金余裕があるなら、新しいの買いましょう。はい。で、ケンちゃんさんが、石原さんお疲れ様です。夢中の旅。あ、最後までありがとうございます。最後まで毎回見てます。あ、ケンちゃんさんありがとうございます。もう、イベントの日のメールが来ると、いよいよですね、iPhone は買うとして、あとは、まあ、AirPods Pro 第2世代の、まあ、ケースね。出たらどうするか。うん。ケースだけならどうかお手頃なんで、ケースだけでも1万円超えてきそうな予感が、9980円とかあったらめっちゃいいっすけどね。うん。14800円とか、なんかその辺になりそうな感じがします。で、ホンダーマンさんがいつも楽しく拝見させております。ちなみに初コメです。ありがとうございます。質問なのですが、今13 Pro 使っているのですが、15ではプロかプロマックスにするか悩んでます。私の使い方は X を見たり YouTube や Amazon プライムで映画を見る感じです。Mac 使ったことがないので外出時の大きさが心配です。価格は問いませんので、石原さんどちらがおすすめですか？うん。YouTube とか Amazon プライムよく見るならもう大画面が絶対いいですよ。大画面がいい。でも、今おっしゃった外出時の大きさ、ここですね。携帯性と大画面の大迫力、これ、もうね、表裏一体なんですよね。うん。携帯性っていうのは慣れれば問題ないと思うんですよ。Pro Max でも。うん。でも、で、大画面で、大迫力で動画楽しめる。でも、慣れるまで携帯性つらい。つまり、携帯性を撮るならもう、おのずとプロなんですね。でも、大画面を撮る、大迫力の動画を見たいなら、もうプロマックス。うん、でっかいサイズです。だから最初にもうどっちかです。もう諸者選択というか、どっちか。携帯性を撮るならもう小さい。大画面とかも楽しみたいなら、動画を、もう大画面。ここです。はい。ともさんが、僕も初代の AirPods Pro 使ってるんですけど、左側がプツプツするの分かる。お、な、でも今はならないので、まだ買い替えないのか。あ、僕ね、結構ずーっとプツプツ鳴ってて、もうダメです。もうダメ。うん。で、たくみさんが、ブルーばっかで新型感がないな。なんかね、ちょっと感触系でね。で、ポンさんが15シリーズ買うまでの夢見る中年男ののびのびした旅物語。うまく言うな。これは最後まで見たってことね。ここね。夢の、夢中の旅ってここで、ここなのね。なかなか頭のいいことっていうか、なんか複雑なことを考えましたね。素晴らしい。なんか、
なんか人が見えますね、ポンさんのね。うん。で、夢中の旅、ありがとうございます。アコーコアさんね、ありがとうございます。いいな、楽しそう。14プロ持ってるから今回はするんですが、一緒に楽しそう。そう。発表イベントだけでもね、楽しんでいきましょう。はい。イサムさんが夢中の旅、最後までありがとうございます。石田さん、やっとこの日が本当にアップルだけにお金がかけられませんよね。自分も卓球でお金がよく飛んでくる。ああね、趣味があったらそっちにも使いたいですもんね。はい。この間もラケットとラボを購入して4枚。結構やっぱピンからキリだよね。どんなジャンルでも安くはないよね。いいの買うとね。すごいな。Z メンさんが、はじめまして。15プロの購入を決めてから最近見始めたものです。ありがとうございます。石田さんの iPhone に対しての熱意、熱い思いを感じているのですが、燃え尽きないでと頑張って、これがね、燃え尽きずね、毎年やってます。S800 さんが、初代は2019年、あ、19年か。すいません。2017年とか18年って言っちゃったかも。19年ですね。ありがとうございます。楽しみが止まりませんね、石田さん。やーちゃん埋まるんです。ダークレッド来ないな、ダークブルーも渋いけど、チタングレーの好みで、チタングレーも割となんかかっこいいなって感じはしますよね。うん。iPad 7もすぐ予約ですよね。そうですね。Apple Watch、iPad Mini 7は予約すぐ開始すると思います。はい。ケズカエイコーさんが、夢中の旅。あ、最後までありがとうございます。石田さん、いつも動画配信お疲れ様で、私は15 Pro Max。16 Pro Max、 あの迷いどころか。来年まで我慢できないできないで15 Pro Max 買います。なるほど、頑張りましょう。予約争奪戦。で、菅代さんが、石田さん最後まで動画見させていただきました。アイコン夢の中の旅でしたよ。ありがとうございます。Apple 信者の割には思ってるより Apple 製品すべて買わないのにはびっくりします。そうです、僕はすべて買いません、はい、でも iPad とか Mac とか AirPods Pro とか、その主要なものは持ってるって感じですね。 AirPods Max とか使ってみたいけど、なんか邪魔だしね、でかいと。ね。攻防しながら運動もできないしね。だからもうするです。私は14プロ使用して金欠なので買えないけど、うん、リーク楽しみにしてください。で、ゆかさんが、夢中の旅。ああ、最後までありがとうございます。お金も必要、買えばいいと思う。私はノーマルかプロで迷ってます。赤玉バリさんが茶色欲しい。出て、茶色どうでしょうね。ボーグドッグさん、ドッグさんかね。いつも楽しみにしてます。ありがとうございます。SK0402 さんが、夢中の旅。あ、最後までありがとうございます。石田さんお疲れ様です。いよいよ、予約争奪戦。緊張しますね。今からドキドキ。ほんとドキドキですよ、予約は。亀さんが、夢中の旅。ワクワク、ドキドキが止まりません。キョンキョンさんが、夢中の旅。することです。楽しい動画なんだ。ありがとうございます。ヒデさん、石田さん、何買おうか楽しい。いや、何か。iOS は、発売前に、発表されます。リリースされます。で、友達が Android から iPhone に機種変したり相談、受けたから教えないとだな。あ、教えてください。タカさんが夢中の旅、また見ちゃいました。ありがとうございます。リンさん、夢中の旅、ありがとうございます。最後まで見ていただいて。サイサイさん、夢中の旅、素敵な言葉、ありがとうございます。カオリさん、ありがとうございます。夢中の旅、石田さん13日決定ですね。ワクワクですね。誕生日の発表イベント、誕生日に、おめでとう。のんたまさん、石田さん、こんばんは。キーワード、夢中の旅、最後まで拝見しました。いよいよ発表イベントですね。石田さん、何を購入されるか楽しみです。ワクワクドキドキで夢にまで出てきます。ライブ配信楽しみにしておいてください。はい、グレーみたいな中途半端な色いらんのよね。ティム・クックさん、いい加減、濃い黄色を出しやすい。黄色好きなんだろうね。ほら、アイコンが黄色になってるもんね。黄色の車、うん、好きなんでしょうね。で、長崎在住ってこと知らなかったです。長崎県民として応援してます。ありがとうございます。夢中の旅、こんばんは。私は今使っている iPhone 13 Pro Max 512GB から iPhone 15 Ultra へ買い替えします。まあ、Ultra になるかね、Pro Max になるかはまだわかんないんですけどね。はい、512GB ですが、値段が高いのは承知しています。まあ、25万超えてくるのかなという感じですね。はい。ホリチンさん、ホリシンさんかな、夢中の旅、ありがとうございます。最後まで見ていただいて、はい。ボッチャさんが、夢中の旅、あ、最後まで見ていただいてありがとうございます。いろんなことに夢中になれるって楽しんでる証拠。私の今の夢中の旅は毎日石原さんの動画見たり、iPhone 15関連情報収集すること。夢中になれる明日。素晴らしい。いいですね。やっぱ何かにこう、夢中になるってめちゃくちゃ素敵なことですよね。夢中の旅、あ、最後までありがとうございます。ミロクさん、この動画、神の意向に反してる。ヤハウエ。あ、ちょっとわからんな。夢中の旅、ありがとうございます。はい、ということで、今回も iPhone 15 の最新情報とコメント返信、ちょっと盛り上がりまして、もう、
いやー、今日はちょっとなんかコメント読みながら、なんか自分の中でもこう熱くなってきちゃった。エアコンついてるんですけど、めちゃめちゃ熱くなってきました。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。